熱血コンサル基礎産業。今日はテーマちょっと今日からテーマ決めてちょっとやりたいと思うんですけども、社会保険税金が延滞してる人がどうやって資金調達をするかということで。で、ちょっとまあ疑問に思うこととかお悩みの方とかいらっしゃったらどんどん入れてもらって結構なんで、こっちはこっちでちょっとお話ししていきたいと思います。どうもありがとうございます。ちょっとお答えしていこうかな。納税は何とか遅れながらも払っておりますが、法人なりして1年半ですが、個人事業主の時のできた借り入れがなかなか減りませんと。法人には借り入れの付け替えをしてないと。結構苦労して遅れなしの返済をしているんですが、法人融資に関係してきますよねということか。同じ事業ですか、これ。法人なりってことは。事業の内容によるかな。同じ内容だとちょっと厳しいですね。まあ、同じ事業だと厳しいかな。ただ、一旦こう、どう言って言ったらいいかな。これね、実は僕あったんよ。造船の下請けの会社、人材派遣みたいな事業なんですけどね。それが、要はあって、個人の時に、まあ、売り上げが、6000万ぐらいあったんです。で、法人なりし9000万とかぐらいになったから、よくあるじゃないですか、税理士が、消費税がね、払わなくていいよ、いうことで。で、そこでこう変えたという。だけど、個人の時に払ってなかった社会保険が、まあ、こっち、法人に付け替えるじゃないですか。融資も付け替えて、そっち実行者に。だから、ここの法人なりした時点は融資引っ張りやすいんですよ。そのスポットだけの、その点でしか見ないから。見れないじゃないですか、臨機書くときって。だけど、そっから後に、さっきも話してたんですけど、こう、ビジネスモデルが、要は、税金をこう払えないというかね、ずっと収支が赤字になってるよっていうことになると、いよいよ、要はこっちの取り立てが来るから、そこで資金ショートするみたいなケースがあるんですよね。だから、これがちょっと一番難しいところかな。金額によってどうかっていうところはあります。ね、勘納証明出せみたいな話になると、難しいから、先に融資が出ると。勘納証明出した融資が出るっていうところを、保証協会融資出るのを決めた後で、ブリッジファイナンスっていうんですけど、こっちが、まあ、要は投資家からお金集めて出してあげて、勘納証明出して、銀行から融資を引っ張って返してもらうみたいなね。そういうやり方を取りますね。これもしあれだったらご相談いただければ、全然うちは対処できますよ。こういう話。よくやってるんで。ミミさんありがとうございます。コロナ猶予で住民税、労働保険料、社会保険料、所得税すべて返納してます。社長は個人融資を、受けようとしているのですが、借り入れは厳しいですか？社長個人か。社長個人はちょっと、これ社長だったらやっぱりあれですね、会社の、あれ見られますよね。決算書見られるぐらいの内容だったらちょっと難しいと思いますね。だからまあ、さっきもお話ししたんですけど、その会社の内容がどうかってことですよね。ちゃんと整える。何が言いたいかもっと言うと、根本的な解決になってるかどうかです。根本的な解決にならなかったらまたやるんですよ。僕らいいんですよ。再生に舵を切った方がいいような感じがします。うちって今、究極理論やってて、破産者に金を貸すっていうところもをチャレンジしてる。いや、絶対儲かるっていうところ、どんな会社にもいいとこあるから、で、その人の生活が成り立つっていうところでちゃんとつなぎがある、そのことが正しいんだったらやればいいんですよ。最近HIF とかもやってますからね。HIS の子会社なんかも、とか、まあ他にもちょっと名前言えないです。もう2社ぐらいやってる。日本で多分うちが5社目ぐらいになるのかな、と思うんですけどね。だからこれはミミさんね、どうって言ったらいいかな。まあ何の社長さんとミミさんが お身内なのかどうかもちょっとよくわからないんですけども、一度ね、こういう根本的なことを解決した方がいいよということでご相談してくれたらと思いますけどね。どっちかというと社長個人で借りるとドツボにはまります。どう言ってたか、経営者保証ガイドラインを使って、社長が保証人から抜けて、僕はまっさらだったら何ぼでも再起できるんですよ。実を言うと。だけど、法人の、要は、借り入れ返済するとき、こっちでたくさん借りてたら、こっちを破産させても、こっちの借り入れは破産しないと、要は、保証ガイドラインで抜けたとしても、ここも破産しないといけないってことになるから、あとが大変なんですよ。前、お医者さんでいたんですよ。どことは言えないんですけど。医者だったらなんぼでも貸すじゃないですか。だから、年商10億円で、13億円ぐらい借り入れがあるんです。どこの銀行とは言いませんが。さらに、医者だからってことで、カードローンめっちゃ貸すの。1億貸してますからね。ほんで、うちはなんとかやれるんだみたいなことずっと僕に言ってくるんですよ。やばいところでもいいから金貸してくれみたいな来るんですけど、いや、これ無理だろと。だから例えば、その今、スポンサータイプで、要は、法人の方は、要はスポンサータイプで、抜けて、資産も整理できたとしても、個人の方が破産してもらわないといけないよっていう話し。でもやっぱそこはお山の大将でありたいから、そういう断られましたけどね。そういうことになる前にやらないといけないですね。ありがとうございます。成功事例や成長分野がもっと知りたい。そうなんですよね。やっぱり成長分野っていうかね、僕が思うのが、うちが去年から今年に売り上げが倍ぐらいになってるんよね。で、多分来年倍になって多分4倍ぐらいになるはずなんです。来年このペースでいくと。で、なんでかというと、一番儲かってる人の、一番儲かってることをパクんないといけないんです。これはちょっとすごい大事なことですね。あと、集客。今あるお客さんに新しい負荷をどういうふうにかけるかっていうことが大事なんですね。うちが実は重役会議で決めたのが、もう二つ事業をやるんですよ。ね。それはやっぱお客さんが必要としてるんですよね。だからやるっていうのは決める。その位置までどうやって抜けるかっていうと、やっぱり投資家の人とかって過去に成功してるじゃないですか。成功してる人がどんなビジネスやってたかってこと。その中の今やってることとかね、これだったらうちでもできそうだなってところまでダウンサイジングして始めるっていうのが一番ビジネスモデルを要は捕まえるのにいいやり方なんですよね。ありがとうございます。貴重なお時間だけど、お二方の動画、ありがとうございます。毎回試行錯誤されておられる姿勢、そうですね。企業の成長、そうです、そうです。もういろいろトライアンドエラーするんですよ。最初、言いましたかね、うち3000万円ぐらい売り上げ穴開けたんですよ。M&A 仲介業をやってた時にね、今もやってるんですけどね、やってるんだけど、もう今は再生っていうところにかなり軸足を置いたようなことをやってる。売れたらいいなってことをやんないんですよ、うちは。基礎産業 M&A5 か条っていうのを作ってるんですけど、でここにはまんない M&A は基本やらない。もうフィーがめちゃくちゃ高いとかね、そんな感じ持っててます。だけど、その中で僕も2代目も相当貧乏したことがあるんで、そこ苦労してね。で、その時に、お客さんから直接受注を取らないといけないと。お客さんを自分の商品を売って集客しないといけないということで、企業再生コンサルでありながら、YouTuber やりだしたんですよね。もう最初集まんなくてね。もう、100本出して300人ぐらいしかいなかったんだよな。それもう毎日、ゴールデンモンキーだった酒井さんがね、動画集客チャンネルっていうのがあるんですけど、それめっちゃ見て、どういう機材を整えて、どういうふうにやるかみたいなね。一緒に見ながら、もうどうがいいんか、あがいいんかみたいな話しましたよね。100本やって、300人ぐらいしか集まらなくて、じゃあどうするかなって言ってた時にバズったんですよ。でそれでやっぱりお客さんの相談がすごく来るようになって、じゃあ動画の仕組みをどうやって変えていくかっていうことをやって、2万3000人かな。で、今やっぱりこうコンサルつけてるんですけど、もうこれ以上ちょっと自社だと伸ばせないかなと思ったんで、それやっぱり資金をつかめるようになったから、うちが。で、それはやっぱ去年のコロナ融資なんですよ。コロナ融資でこういう政策広告が自前でやるっていうニュースが出たとき、これはもう資金調達が流行ると。だからもう M&A 中華やめるぞっていう。もういきなり電話で、もうみんなね、なんか、うちの社員がもうみんななんか、って感じですよ。で、その時60件ぐらい案件持ってたんです。大半が M&A だったんです。50件全部やめたの、うち。で、資金調達やるぞみたいな。本当に困ってる人の分をやるぞってことになって、すごい伸びたんです。うちの事業は。で、それをやる中で、今度はお金を持ってる人がね、今、融資も受けて、補助金も受けて、資金に余裕がある人とかが出てくるようになったから、よっちさんありがとうございます。友人は今度どういうふうなことをね、やっぱりやるかっていうことがあるから、今度サブチャン作って、創業支援やる。なんで今度、やっぱりその自社集客、自社で金融を作って、で、この人たちが本当に必要とするような、やっぱり金融を自社でやっていくぞということで、簡単ないこうスタイルいうのが作れるようになったのが、うちの一番でかいところなんですよね。そうやって集めるってことはすごく大事というか、ね、試行錯誤してね。まあ、今回初めての方もいらっしゃると思うのでちょっと、まあ、税金社会保険が未納の、人の対処する方法をちょっとまとめると、要は一番大事なことは、そのなんで遅れたか。で、今後どういうふうに改善して、その遅れることがないようにできるのかどうか。それができないということになると、どういうふうに再生していくか。儲かるところだけを持っていって圧縮するかという方向を考えないといけないんですね。で、じゃあ僕らみたいなプロが見たときにどうするかっていう話なんですけど、まず銀行交渉するときにそこの現状を把握したことを報告すると。で、その上で交渉協会の空き枠とか政策方向の空き枠があって、そこをまあ使えるのであれば使いたいんだけど、社会保険や税金の未納をここを埋めないといけないっていうことになると、投資家の資金を使う。で、決済してこっちから後で出す。ブリッジさせるっていうやり方ですね。で、そうじゃない場合は、やっぱりその、要はそうじゃなくても軽度のものであれば、こっちの銀行の中で、まあ、対処しますよと。今後うちが面倒を見ていきます。メインバンクとして面倒を見ていきますということで、他行に発信してもらって、そっちで交渉協会つけて融資するという、このパターンがありますということですね。いや、ありがとうございます。いろいろ実現できそう。いや、そうですね。もう本当一緒にいろいろやりたいと思います。いろんなビジネスモデルは知ってます。そうだな。最近下手すりゃ400件ぐらい1年間で見るかな。ふるさぽと、基礎産業と。でね。で、あと銀行からの紹介もあるんで、その中でうまくいってる会社のコンサルとかもやるようになってきたから。その辺はいろいろ失敗事例だけ知ってたらやっぱうまくいかないんですよね。で、うまくいってるところのやっぱりビジネスモデルも見ながらこう組み立てるというか、すごいコンサルなんですね。だいたい10件提案して、だいたい1件がハマるっていうイメージだと思っとってください。まあ、そういうふうなやっぱりコンサルをしていきたいなとは思っております。うん。ということでね、まあ今回これでね、まあ終わりにしたいと思うんですけども、次回は補助金も絡めてどうやって事業を再構築するかということについて語り合う。要は、ね、社員の。9月4日土曜日。4日。ね。すみません。本当はね、3日にやりたかったんですけど、いろいろあってですね。ちょっと3日は間に合わなかったので、4日にさせてもらいます。ちょっと今回、イレギュラー、そういうのもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。3日の金曜日は、僕が一人でやりますんで、お時間あればよろしくお願いします。もう本当今回初めての方は、チャンネル登録と、いいねと、あと、チャンネル通知、ベルマークの通知登録をよろしくお願いします。ね、ありがとうございます。で、あと、いや、ありがとうございます。もう。で、また、創業支援のふるさぽは9月8日を予定してますので、またチャンネル出たらご案内しますのでですね、見ていただけたらと思います。それでは、よろしくお願いします。次回も楽しみにしておいてください。ありがとうございます。ありがとうございました。